ました帯広競馬場団中レース農林水産大臣賞典地方競馬全国協会会長賞典第31回万栄記念いよいよ注目のスタートです。サラマ王冠比較川柳シルバーファースト島津勝力恵比寿宝山小倉天竜アトミックドラゴングレート大賞福一の9頭が飛び出しています。さあ注目福一も高田中んとこの辺り先頭に立っているのか間もなく最初の障害でやります。真ん中6番の小倉天竜それから4番の島津勝力そして福一は3番手で降りています。万栄重量1トン予想されました通りゆったっとした流れに落ち着いております。ちょっと外2頭アトミックドラゴン追い込みにかけます。そしてその外これが引退レースのグレート大賞が並んでおりましてこれで全馬でやります。先頭は9番の福一この辺り1馬身から1馬身半と差を取りましたがもう一度止まります。一二障害の中間点も過ぎようとしています。先頭は福一その後スーッと黄色い帽子恵比寿宝山高重量戦には実績があります。そのうちからは島津勝力がもう一度上がってまいります。よったっとした流れに落ち着いております。さあもう一度先頭から整理してまいりましょう。先頭は3年連続4度目の制覇を狙う福一それから5番の恵比寿宝山2番手そのうちにぴったりと島津勝力3番手それからやや下がって6番の小倉天竜がいます。内からは2番の比較川柳でやります。そしてアトミックドラゴン3番のシルバーファースト三内7歳馬サロマ王冠三高峰グレート大賞といった展開でやります。先頭を行く福一ももう一度止まります。再三再四9頭の足が止まりながらいよいよ勝負どころ段障害に近づきます。福一そして4番の島津勝力その外恵比寿宝山さらに小倉天竜7番のアトミックドラゴンさあ9頭が徐々に勝負どころ段障害に近づいております。8番のグレート大賞も来ました。いよいよ正念場段障害にじっくりと溜めていた福一動いた大声援だ。それから6番の小倉天竜うちの方から島津勝力の馬体もじわっと上がってまいります。さあ湧き上がる大歓声9頭の挑戦が始まります。何が来るんでしょうか。4番の島津勝力の馬体がじわっと上がりますが通過できません。さあ4番の島津か4番の島津勝力が来るのか。ゼッケン番号4番の富士の島津勝力が先頭で第2障害を抜けました。ただ1頭4番の島津勝力が第2障害を降りています。上段の画面後続馬でやります。さあ福一はどうなんだ。福一の馬体もじわっじわっと上がります。さあ福一が来るのか6番のコブラか。内からはサロマ王冠でやりますが福一が2番手で降りた。大声援の中福一2番手さあ先頭を行くのが4番の島津勝力大逃げでやりますが果たしてここから福一が届くのか。残り間もなく10 4番島津勝力大逃げ福一がじわじわじわっと差を詰めたその後1番のサロマ王冠残り10を切っている島津勝力大逃げ福一が渾身の力を込めてぐん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 差を詰めたがここで詰まったぞ。おーっと島津が行くゼッケン番号4番の島津勝力鮮やかそして2着争い内外福一止まった内からサロマが来るぞ。さあ1番のサロマ王冠と福一この両馬の2着争いになりましたが福一頑張った2着は守った。やったやった島津勝力大逃げ福一は2着福一は2着
そして3着にサロマ王冠。お買い求めの勝ち馬投票券は勝ち馬が決まりますまでお捨てにならないようお願いいたします。